さらに危険は増したようだな。このままでは剣崎は本当に、まったく白子までどっか行っちゃって。大丈夫か？大丈夫だよ、ちょっとびっくりしただけ。お前なあ、大丈夫？どうしたの？なんか寝てるだけみたい。そっか、そんなに剣崎くんのことを困らせたのね、あなた。悪い子でした。でも剣崎、なんとか大丈夫でよかった。私帰ります。あの、起きたらまたデートしてねって伝えてください。あと、ありがとうって。